これは、葉山の潮騒公園ですね。葉山の潮騒公園で見ました。皇太子が、祈っておった、現昭和天皇ですね。現昭和天皇が昭和、25年に、ヨット協会から献上されたヨットですね。オリンピア用のというヨットです。これをここに飾っていますね。ちょっと実験をか。時代からの葉山のいろんな歴史をですね、ここに伝えますね。葉山町内で発見された、直木舟貨幣、これは10世紀初頭平安時代のものと思われる呼ばれてくるんですね。これがもう隣にあるよね。ここに立派な点があるね。引かれてるんだね。深海魚ね。これも大きな深海魚。高橋貝とかだな。ここに高橋貝とかだ。高橋貝がある。これもいっぱい飼ってるね。葉山沖は結局15分ぐらい進むと、そこには暗黒の深海が広がっている。で、相模湾には、深海性タラバガニの仲間が生息しておるということですね。で、この缶にいっぱい、ここがいいね。相模湾沿岸の魚類ですね。多い、カゴカキダイか、カゴカキダイかな。そしてここにはどうだ、あとはソラスズメ、ソラスズメの小さな捕まえてますね。あとはこれがマンボウさんだな。そしてアリセンボン、カブトガニ、
あいうふうにね流れ物に沿って深夜がいいな。10m50m この辺りだな。うん、アマダイか、アマダイだな。アマダイ、ホウボウっていうのは結構深いところでね、そして 200m、 強極風吹くか模様服だな、模様服ですね、これは。おー、これは増えない。スパークルエイ、これは大概ですね。これはまた何だろう、ラップか。はい、もう見て、こんなの、こんな珍しい深海、深海だからな、これラップかが取れた。ラップか。おー、あとは玉だこ。枝か。これは大半の海。これもね、つらないな。これはスコフローダー。ああ、見たら。水深があるよ。スコフローダー。スコフローダー。これはまたすごいね。赤足がね。確かにこれは直径幅が2メートルからね、2メートルありますよ。2メートルは